元人。元人、元人、旧自体、関心、688年、自童天皇2年から763年6月25日、天平法治7年5月6日は、奈良時代の木化像。日本における、立宗の開祖。属性は純武。党の要衆公用権の生まれ。十四歳で地満について特度し、立宗、天台宗を学ぶ。立宗とは、 仏教と、とりわけ僧尼が遵守すべき戒律を伝え研究する、宗派であるが、元人は四分律に基づく南山、立宗の継承者であり、四万人以上の人々に受戒を行ったとされている。幼州の大明寺の住職であった七百四十二年、日本から唐に渡った僧、栄誉、不祥らから戒律を日本へ伝えるよう混成された。当時、 奈良には、指導像、自分で湿気を宣言した僧侶が多かったため、伝開し、僧侶に、位を与える人制度を普及させようと聖武天皇は、適当な僧を探していた。仏教では、新たに僧にとなる者は、戒律を遵守することを誓う。戒律のうち自分で自分に誓う者を、戒と言い,い、三加内での集団の規則を、律という、戒を誓うために、 10人以上の僧侶の前で儀式、これが受戒であるを行う宗派もある。日本では仏教が伝来した当初は自分で自分に受戒する自由芸受戒が盛んであった。しかし、奈良時代に入ると自由芸受戒をないがしろにする者たちが徐々に幅を利かせたため、10人以上の僧侶の前で儀式を行う方式の受戒の制度化を主張する声が強まった。栄誉と不祥は、 受戒できる僧十人を招整するため、党にわたり、戒立の僧として巧妙だった、元人のもとを訪れた。栄誉と不祥の要請を受けた元人は、土日したい者はいないかと弟子に問いかけたが、危険を犯してまで土日を希望する者はいなかった。そこで元人自ら土日することを決意し、それを聞いた、弟子十一人も随行することとなった。その後、 日本への都会を5回にわたり試みたが、ことごとく失敗した。最初の都会期とは743年夏のことで、この時は都会を嫌った弟子が、港の役人へ、日本像は実は海賊だと偽の密告をしたため、日本像は追放された。岩人は止め置かれた。2回目の試みは744年1月。 周到な準備の上で出航したが激しい暴風に遭い、一旦、明衆のあまり用へ戻らざるを得なくなってしまった。再度、出航を企てたが、元人の土日を惜しむ者の密告により、栄誉が逮捕され、三回目も失敗に終わる。その後、栄誉は、病死を装って、出国に成功し、チャンス、石膏からの出航は困難だとして、元人一行は、 復州から出発する計画を立て、復州へ向かった。しかし、この時も、元人弟子の霊友が、元人の安否を気遣って、都航祖師を役人へ訴えた。そのため、管理に出向を差し止めされ、四回目も失敗する。七百四十八年、栄誉が再び大民寺の元人を訪れた。懇願すると、元人は五回目の土日を決意する。月に出し、 長山諸島で数ヶ月風待ちした後、11月に日本へ向かい出港したが、激しい暴風に遭い、14日間の漂流の末、遥か南方の海南島へ漂着した。岩人は、当地の大雲寺に1年滞留し、海南島に数々の医薬の知識を伝えた。そのため、現代でも岩人を検証する遺跡が残されている。751年、岩人は、 幼州に戻るため海南島を離れた。その途上、丹州の地で栄誉が死去する。動揺した岩人は、甲州から天竺へ向かおうとしたが、周囲に遺留された。この幼州までの騎乗の間、岩人は南方の気候や激しい疲労などにより、両目を失明してしまう。753年、検討大使の藤原清河らが、岩人の元に訪れ土日を約束した。 しかし、明州当局の知るところとなり、清川は、岩人の同情を拒否した。それを聞いた、県東福祉の大友小丸は清川に内密に、第二戦に、岩人を乗船させた。天平商法五年十一月十六日、百合薄歴五十三年十二月十五日に四船が、同時に出港する。第一戦と、第二船は十二月二十一日に、アゴラハシマ。 現在の沖縄本島に到着。第三船はすでに前日20日に到着していた。第四船は不明。沖縄に到着した三州は、約半月間、滞在、12月6日、揺り薄歴754年1月3日に早え終えて、第一船、第二船、第三船は同時に、沖縄を発して種島、国、現在の種ヶ島に向けて就航する。出航直後に、 大使藤原清川と安倍中丸の乗った第一船は岩に乗り上げ座礁したが、第二船、第三船はそのまま日本、種島を目指した。後、第一船はベトナム北部に漂着。第一戦の一行は塔に戻ることとなる。7日後、7日差の天平商法5年12月12日、揺り薄歴754年1月9日にマスク島、現在の屋久島に到着して、 ガンジンの来日かなった。朝廷や太宰府の受け入れ体制を待つこと6日後の12月18日に、太宰府を目指し出港する。翌19日に遭難するも、コマロとガンジンの乗った第二船は20日、ユリウス歴754年1月17日に、秋目、秋津前浦、鹿児島県ノ津に漂着。その後12月26日に、大安寺の延長に迎えられながら、 太宰府に到着。奈良の朝廷への到着は、翌天平商法6年2月4日、ユリウス歴754年3月2日である。三省、東山和上東西伝、俗日本記。天平商法5年12月26日、754年1月23日、太宰府に到着。元人は、太宰府関館税温寺に隣接する、海岸院で、初の次会を行い。 天平商法6年2月4日に平城京に到着して、商務上皇以下の艦隊を受け、皇賢天皇の直により、階段の設立と受解について全面的に一任され、東大寺に従することとなった。4月、元人は東大寺大仏殿に階段を築き、上皇から僧にまで400名に菩薩会を授けた。これが日本の東大受会の講師である。合わせて、 常設の東大寺会談員が混流され、その後、天平法寺五年には、日本の東西で、東壇寺会が可能となるよう、太財府館税温寺及び下谷国約史寺に会談が、設され、会立制度が急速に整備されていった。天平法寺二年、七百五十八年、順任天皇の直により、大和上に任じられ、政治に囚われるローから解放するため総合の人が、 と彼、自由に戒律を伝えられる配慮がなされた。天平法治三年、五十九年、日田武神郎の宮廷宅跡,跡が与えられ、東昇大寺を創建し、階段を設置した。元人は、戒律のほか、彫刻や薬草の造形も深く、日本にこれらの知識も伝えた。また、秘伝院を作り貧民救済にも、積極的に取り組んだ。 天平法治七年、七百六十三年、東正大寺で死去、前下した。去年七十六歳、死去を惜しんだ弟子の忍はじめは、元人の彫像、脱活間室彩色マフを漆で貼り合わせて、骨格を作る司法両手先は、木彫を作り、現代まで東正大寺に伝わっている、国宝東正大寺、元人像。これが、日本最古の肖像彫刻とされている。 また、放棄10年、779年、大海の三船により岩人の電気、東山と上東西電が記され、岩人の自責を知る貴重な資料となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。